を受け、今回オファーを受けたフェスって、毎年夏に開催されているアイドルイベントですよね。ああ、ライブと一緒にアイドルが参加する企画も開催される。夏の人気イベントだ。そのフェスに、サニピとツキストが出演することになったんですね。みんな揃って野外ステージでライブですか。賑やかになりそうで楽しみです。楽しみなのはライブだけじゃないぞ。イベントに合わせて新衣装を作ることが決まったんだ。そういえばチサが新しい衣装のデザインを手伝うって言ってました。夏のフェスに合わせた新衣装、やっぱり夏っぽいイメージになるのかしら。もしデザインで要望があれば遠慮なく言ってくれ。そうですね、強いて言うなら動きやすさでしょうか。他に要望は特にありません。チサのセンスを信頼していますから、どんなデザインの衣装でも着こなしてみせます。頼もしいな。じゃあデザインは俺たちに全部任せてくれ。はい、夏のビーチに似合う衣装楽しみにしてますね。というわけで衣装のサンプルが出来上がったから試着してほしいんだ。実際に着てみて気づいたことがあれば何でも気兼ねなく言ってくれ。それはわかりましたけど、ここにあるのがその新衣装なんですか？そうだが、どうかしたのか？どうかしたのかじゃありません。これほとんど水着じゃないですか。生地が薄いし布面積も少なすぎます。こんなに肌の露出が多いなんて聞いてません。そうか、夏のビーチに似合うというコンセプトなら水着風の衣装は順当だと思うが。順当って、マネージャーは他人事だからそんな風に言えるんです。もっと自分の身になって自分がこれを着た姿を想像してみてください。想像しちゃったじゃないですか。なんてものを想像させるんですか。勝手に想像して怒られてもな。あ、そうですね、すみません。予想外のデザインだったので少し取り乱しました。とりあえず一度着てみないか。実際に着てみたら印象が変わるかもしれないだろ。わかりました。着替えるのでマネージャーは外で待っていてください。いいって言うまで絶対に部屋に入らないでくださいね。絶対ですよ、振りじゃないですからね。わかってるよ、許可があるまで部屋には入らないから。そんなこと言ってマネージャーには覗きの前科がありますから。あ、まさか久しぶりに得意の覗きをするつもりですか。警察呼びますよ。初めて会った時のことを引っ張り出さなくてもいいだろう。俺は一生それを言われ続けるのか。ずいぶん時間がかかってるな。レイはまだ着替え終わらないのか。お待たせしました、部屋に入っていいですよ。ん？どうして私服のままなんだ。着替えたんじゃなかったのか。着替えました。衣装を着てサイズや着心地を確認して特に問題なかったので脱ぎました。いやいや、どうして脱いだんだ。俺がまだ見てないだろう。そんなに私の水着姿を見たかったんですか。いやらしい。違う違う、マネージャーとして衣装を確認しておきたかったんだ。だとしてもアイドルに水着同然の格好をさせて密室で二人きりになるのはおかしくないですか。そう言われると反論しづらいか。だったら着替えた姿を写真に撮って俺のスマホに送ってくれ。え、本気で言ってます？普通に嫌なんですけど。私の水着写真をスマホに保存してどうするつもりですか。誤解だ。実物を見ていないとイベントの打ち合わせやステージの演出で支障が出るだろう。言いたいことはわかりますけど、水着姿をジロジロ見られるのは恥ずかしいので、打ち合わせやステージの演出は私たちに任せてください。私もプロですから。
マネージャーに頼らなくても本番ではきちんとやってみせます。わかった。レイがそこまで言うなら無理に見せろとは言わない。今回のフェスはアイドルたちの夏の一大イベントだ。集まった観客をこの新衣装で魅了してくれ。もちろんお仕事ですし、ちゃんとやり遂げますけど、きっとお客さんもたくさん集まるんですよね。マネージャー一人に見られるのも恥ずかしいのに、大勢の前で水着姿になるなんて。どうしたんだ？顔が赤くなってないか？赤くなってません。余計なこと言わないでください。なんだか心配になってきたな。本番で変に意識しないといいが。